時刻は7時を回りました。おはようございます。ザキミリョウの不動産相談室の時間です。お相手は私、ザキミリョウです。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、7時30分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。はい、ではゲストをお招きしての放送2週目ということなので、一応、えー、とゲストさんの自己紹介もう一度お願いしましょうかね。 はい、えー、大城です先週もお邪魔させていただいたんですけど今週もよろしくお願いしますはいお願いしますはい、はい、い今日はですね流れとしては、はい、この大城さんが、うん やっている今この賃貸のあっまん、賃貸仲介等をやっているということですので、そちらのまあ業務内容とか、ですね、はい、どんなお客さんがいるのかとかっていうのをちょっと深掘りして、お話を聞いていきたいと思いますはい、わ、はい、かりました、はい、前回のゴリゴリリな感感じじでででくってすすかねね <laughs> そうですね<ー>前回よりはもっと詳しく、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、大丈夫ですか。ははいいい任せてください、はいはい それ口癖なの分かしててくださいっ僕たちお客さんと思われてるかもしれないですね <laughs>。でもねこれぐらいやっぱり明るい方がさ、うん、あのお客さんとしてもなんか安心できるっていうかやっぱりちょっとなよなよしてるっていうかさ、うん、この人大丈夫かなって思うよりはここぐらいまではっきり任せてくださいっていう、ねうん、営業マンっていいよね。うんうん いいいいはずよ本当じゃあ早速いろいろ聞いていきたいのもあるんですけどもやっぱりリスナーさんからもですねちょっと質問されたことがありますのでそれもちょっと合わせて聞いていきたいと思いますはいいお願します。ではですね基本的にこのお部屋を例えば今えっとですね そのま実家に住んでいますと、はい、で就職したので、うん、ちょっともう一人暮らし始めたいなと思っています、はい、その場合ってどのくらいの時期からお部屋探しを始めたらいいですかっていうご質問があるんですけどもああなるほどですね、はい、じゃあこれから新生活を始めるために住むという方ですよねそうですで言えばえっ、ー、と大体、うん、新しく決まる 不動産がえと決まって契約とかすべて含めて期間が大体23、はい、週間かかるかなと<ー>平均的なんですけどもなのでそれより前から調べないといけないので,、はい、でその内覧とかも含めると大体1か月以上は前がマストになってて、はい、でえ目安としては3か月から2か月間だといい部屋が見つかるかなって感じですかね。なるほどですね、はい、これって例えば この時期結構空きが出る時期とかってあったりするんですかねはいあります、はい、一番いい物件が見つかる時期が1月 1> うん、うん、2>, 2月3月お<う>はいなぜかというと、はい、4月に新生活を始めるためにうん、うん、この家の移動が結構ある時期なんですねはい、はいはい で12月とかになるとやっぱ年越しっていうのは落ち着きたいのであまり動く方がいないんですけどうん、うん、年を越えてからその新しい生活に向けて動き出す方が多いので 1>,、はい、1月2月3月っていうのはすごいお客さんの移動が多い時期でいい物件も見つかりやすい時期なのでこの時期に探すと結構自分の希望に合った物件が見つかる可能性は高いですね。あなるほどですすね、はい、じゃあこののいい物件を探すためには月月から3月の ところを目安にしてやると、はい、結構見つけやすいのかなっていうのがあるってことです、ねすはい、そうですすねはいそうん、これってお部屋探しっていうのは何から始めたらいいのかなっていうのがあるんですけども、はい、例えばこの、ね、なんかネット見て調べるのか、うん、もしくは実際に窓口に調べないといけないのかとかってあると思うんですけどうん、うん、どううでしょうかはい、はい、そちらの方は一番簡単なのはやっぱネットにはなってますね。うんうん なぜかというとやっぱいつでも見られるっていうのと場所も選ばないのでうん、うん、すぐにあの自分の気になった物件条件を検索して見つけられるっていうのはあります、うん、ただ、えー、とこのネットにも載ってない物件があるっていう部分でやっぱ店舗に来られた方がいい物件を見つけやすい可能性は高いですなるほどですねなので簡単に済ませたいのであればネット、うん、だけどちょっともうちょっと時間をかけてゆっくりコツコツ調べたいなっていうんだったら店舗に来て、はい、この営業さんとやり取りして12ヶ月ほどやり取りした後にその提案して してもらってもっと契約してみるっていう感じがいいかなと思いますね。ああえっとですね。以前、僕の、うん、えっと友達同級生からあの、はい、相談があったんですけども、嘉手納町で賃貸の物件を探していますと。はい けれども,あのもう全然物件がまずそもそもなくて嘉手納町自体もその不動産屋さんが少ないとだからその少ない不動産屋さんの中にもうなんか予約みたいな感じで埋まっているみたいでうそうすると物件がなかなか見つけれないっていうお話があったんですけどもやっぱりその窓口に行って探すっていうのが一番いいんですかね。 そうですね、えー、と窓口に行くとやっぱあのこの営業さんとのやり取りが直接ある分、うん、このキャンセル待ちとかちょっと関係性が良くなると新しく開、うん、いた物件を優先的に連絡していただけるとか<ー>そういったことがあったりする可能性はあるんです、ねはい、でそのこのまあやっぱ営業マン一人一人のパーソナリティによるんですけども、うん、そういったことがあるっていう部分ではあの結構店舗に行った方が いい物件とかに巡りやすいんじゃないかなって思ったりしますねはい。はい、あなんかさこうキャンセル待ちっていうのがあるの知らなかったからさ、うん、キャンセル待ちってなんかなんていうのキャンセル待ちで実際に物件が決まるっていうことも少なくはないってことそうですね、うん、例えばなんですけど A っていう部屋が空いてたとして、うん、その A に問い合わせが殺到しますうん こっちに入りたいですってたくさん行ったら例えばもう入るのは1組だけじゃないですかうん、うん、その入れなかったこの残りの23組とかにこの他の空いた物件とかってどうですかっていうことがあるんですね、うん、だからこの B もう A に似た B っていうお部屋が出たりとか、うん、そういった時に僕たちの方から情報を提供させていただいて、うん、その B っていう物件出ましたよっつったら「うんうん、あじゃあこっちいいです」「契約させていただく」あ「契約したいです」みたいになってっていう感じになりますね。うん、あじゃあキャンセル待ちをするこことでこの、うん このキャンセル待ちをした物件と似たような物件も探してもらえることにつながったりそそうですそうでですす、はいね、条件をお客さんから聞くと僕たちも提案しやすいのでネットだとこの一つの物件の問い合わせしか来ないのでそれだと僕たちもなんかどういった物件を提案していいのか分からないときとかあったりするのでやっぱ店舗に来てお話しするとすごい提案しやすいかなというのがありますね。はい じゃあですね、次のちょっとご質問がありまして、はい、アルバイトや年金受給者でもお部屋って借りることはできますかという質問があるんですけども、はいはい、結論借りれますはい、はい、ただこの物件によってこのオーナーさんの審査だったりこの保証会社の審査とかいろんな審査がある物件があったりはするのでその審査を通過すれば入れるという部分もあります。うんうん、でこのオーナーナ もうそれぞれぞやっぱり考えがあるのでこういった年金受給者の方も入れて OK というオーナーさんもいれば逆にちょっと厳しいなっていうオーナーさんもいるのでそういったところは、えっと、入れないとかあるんですけども僕た,僕たちもこのしっかりその物件とか把握してるのでそれで年金受給者の方が来た時にこの物件を提案させていただくとかっていうのはありますね。 なるほど、はい、ってことは大城さんたちの会社さんも大城さんも基本的にこの物件はあのどの入居者が入ってもいい物件であったりとか制限がかかっている物件っていうのはもう前もってあの、はい、知らされているというかう、ね、把握しているということですかね。 えっと、例えば、今まででやっぱりお客さんもねこのお部屋にどうしても借りたいとか、うん、もう職場がすごい近いから徒歩で行けるからさあの絶対ここに住みたいとか言ってもオーナーさんがやっぱりこのなんだろう年金受給者とかアルバイト制だと無理ですよって言ったら、はい、あ絶対にできあの入居できないのかもしくは大城さんが相談とかしたりしたらそうあの入居できる可能性もあるのかっていうところをちょっと聞きたいんです。けど、はい、こちらはですねオーナーナさんの意向が もう8割9割占めてます、はい、で僕たちで調整できるのは1割なので、うん、本当にオーナーさんの意向で決まるっていうような感じになります。はいはい、だから僕たち,ちょっと調整できるのは1割なので、うん、可能性とか希望っていうのは薄いっていう部分ありますね。 これってちなみになんかこの入居する際に、うん、費用っていうのは何かどんなものがかかってくるんですか、はいえー、とまずですね、うん、家賃1ヶ月分がかかるんですけどうん、うん、その次に敷金といって、うん、この退去するときの修繕とかにかかったりするときの保証とかの部分の金額で家賃1ヶ月分の敷金というのがあります。うん、で、礼金というものもあってこれはあのオーナーさんが取るか取らないかは決めるんですけども、うん、こちらオーナーさんの意向で礼金がつくかつかないかというのがあります。うん であとはあの仲介手数料っていうものがあります。うん、これがえっと家賃1ヶ月分仲介手数料を頂い,いております。でそのほかであと僕たちでさせていただくっていう部分で <laughs> すいません申し訳ないです。で鍵の交換だったりうん、うん、あとはこの消臭除金とかこの部屋をそ清掃させていただくとか、うん、そういった部分であのいただくあの初期費用とかはあったりしますね。うん、はい、はい で,です、ね、ちょっと僕がこの賃貸の件で気になってるのがあるのですけどそれちょっと質問させていただいていいですかはいでですね僕がちょっとあの気になるのは今って昔のあのアパートとかと比べてねあの新築の物件ってもうインターネット Wi-Fi がそもそもあのその家賃の料金に入ってますよとかはいまあ インターネット料無料とか書いているのがよく広告とかで見られるんですけどもやっぱりそういうのがあると入居者さんっていうのはすぐ決まりやすい傾向にあるんですかねはい決まりやすいです<ー>はい時代によってインフラは変わってくると思うんですけどもうん、うん、今はもうネットがほぼマストみたいな時代になってるので、はいはい、そういった部分でこのネットあるっていうのはすぐ決まる決め手の一つとしては強いですね、うん、なるほど 大城さんがもしも自分であのアパートの経営者になりましたと、はい、その場合に設備としてとか何か条件として、はいはい、これは絶対に欠かせないものってありますか部屋の中の設備で言えば、うん、まずエアコンインターネット、うん、そして乾燥機ああなるほどこれ最近流行ってるんですけど流行ってますねはいはいコインランドリー行かなくていいからね <laughs> あれめちゃくちゃ便利だよ いいねいいとこに目つけてるねそうさすがプロですね乾燥機はね結構ありがたいと思うこれねちなみにさやっぱり昔のとこでさ乾燥機ついてないのがほぼな物件じゃないかこれってつけることもできるんですかでできますこれもももオーーナさんに交渉ししててちょっと賃料上げ これ乾燥機つけてみませんかとかと、うん、そういった交渉はあるんですけどもそれでオーナーさんが承諾していただければ乾燥機をつけていただいて人気物件に返させていただく、うん、っていう感じはありますね。えっと例えば一部屋だけお客様が「私どうしてもこちらに乾燥機つけたいんです」って言った場合アパート一棟としてではなくて一部屋だけってなる場合 で、はい、オーナーさんと交渉もできたりするんですか。えっと、基本的に入居しているときに交渉はしないですね。ああ、なるほど。退去した後に、新しい入居者さんを迎え入れるときに。えー、っと、オーナー、オーナーさんと交渉して、うんうん、これ、こういう部屋にした方が家賃が上がる可能性ありますよとか。うんうん、そういったことがあって、じゃ、あ乾燥機入れましょうってなって、乾燥機入れて、じゃ、あ一万円アップで募集しますねとか。感じはありますね。な,ねなので入居しているときに交渉はほぼないです。はい。 じゃあ、結構やっぱりあの時代に合わせて付加価値をつけて、入居者をあのやっぱ募っていくっていうのが主流になってきてるっていう感じですかね。はい、そうですね、はい。ちなみに今エアコンもあの設備として付けたいという。これもエアコンも無料で、その賃料に含めてあのなんだエアコン代金を取らずにってことですかね？ あそうですねあ、えーと、エアコンの電気し毎月使っている電気料金とかはいただくんですけど、うんうん、エアコンの設置代だったり、うん、エアコンこの本体の代金とかはいただかないですね。なるほどです え設備となるので故障したときとかは基本的にオーナーさん負担になるところが多いのではい、はい、そういった部分だとやっぱりエアコンがある物件がいいかなって感じです、ね、確かにそれだと安心ですよね、うん、やっぱり出費がいつ出るか分からないというのが例えばエアコンも乾燥機も設備として付帯、うん、設備として付いているのであればオーナーさんが負担してくれるので借り主さん的には安心して過ごせるのかなと思いますね、うんうん、はいそうですね。 さん的には駐車場も多分あの必要だと思うんですけども何台あればいいですかねえっと2台ですね最低2台です<低>それとも2台あればもう全然 OK オッケーです, 2> 2、OK、ですちなみに3台あった場合ってどうなります、はい、?3 台あった場合はもっといいですね <laughs> ああ<ー>はい僕はやっぱり賃貸じゃなくてあの畑が売買の方なんですけども、うん、やっぱ 3台4台っていう方が多いんですよ最近やってるお客様6台ですでその6台もアルファードとか大きめのやっぱ大大家族っていうのがよくあるんですよやっぱ賃貸だったら2台がだいたい基本的でまあ近くに契約駐車場があったらいいかなっていう感じですああそうですねはいその件でいくとですね契約駐車場っってやぱりこの 駐車場があんまりねネットとか広告にもないイメージがあるんですけど、うん、実際どうなんですかねいや今ないですね、えー、やっぱどこもないと思いますないよねはいなんかさ久米とかさ那覇市周辺全然なくてさ絶対ないと思ううん、うん、なんか一時期この友達がずっと駐車場を探してるけど見つからなくてこの車買えなくてって決まってたよはいはいはい ありますね裏添えとかもなくてそれこそ最近案内したお客さんだと物件の部屋はめちゃくちゃ気に入ってくれて住みたいけど駐車区画が軽自動車だから入れないとそれですいませんこれは軽自動車なのでって言って後日ままさかの車えてした軽自動車に変えてこの物件入居させてくださいって言って。 車いでいいんですかて、ね、私ここに住みたいのでって言って契約した方もいますす、えー、すごいすごいいエピソードですねこ,れこんな感じでさ印象的なお客さんとかさあ印象的なお客さんはめちゃくちゃいるかな <laughs> 本当に数えられないくらいいるんだけど <laughs> うん,うーん最近わあって思ったのがえっとねちょっと。 すごかったんだけど <laughs> あの例えばなんだけど <laughs>、うん、この案内してる時にやっぱ霊感がある人とかいない人とかっていう,あ<ー>そ,うそれで、あのー、僕が案内してる時に急に「あダメだダメだ」メだって言い始めて、うんであ「この設備はこういうふうに説明」っていう説明してたけど「いや私の右肩にはちょっと神様が乗ってるから、うん、<laughs> この神様がダメって言ってる」って言って「うん、あそうなんですか?」って左肩の神様も駄目って言ってるって。<laughs> わ <laughs> かりました、じゃあちょっと別の物件で提案させていただきますね <laughs> っていうこととかあったりしました、ね、なるほどですね、はい、ちなみにその方は決められたんですかね、僕たちでは決められなかったですね。<laughs> うん 提案がでできなかったの確かにそうですよねやっぱ霊感ある方とかはそういうの気になったりとかするのかなって、うん、僕はまだちょっと出会ったことはないんですけどもじゃあいろんなやっぱり経験されますしいろんな人と接しますよねこちらのこの、うん、そうですね、うん、はいなるほど逆にあのあこの人よかったなというかこのお客さんよかったなっていうなんか印象的だったエピソードとかってありますかはい 僕が初めて案内させていただいたお客さんだったんですけども、はいはい、僕がもう本当に何にもわからない状態で案内させていただいたんですけども、うん、すごく優しくて。はい、であの 僕が多分新人っっってていうのもしかかり分かってる、うん、でその方保険の営業の方だったんですけども<ー>営業のやり方とかもそういったの分かってるのでいろいろ教えてもらったり優しく僕のことを配慮した質問してくれてた<ー>すごい優しいなと思ってであの賃貸だと入居したらあんまりやり取りがなくなっちゃうんですけども、はい、その人はやり取りさせていただいてて、うん、でお土産とかを持ってきてくれるくらい<ー>すごい優しいお客さんがいてその人はすっごい 強かったなあって思いますね。お白さんに恋してたんじゃないですか。子供がいました。<laughs> <laughs> なるほどで家族でした。冗談です。え、何このちょっとしたアメリカのコメディ番組みたいな落ちのつけ方さ。あそういうことですね。でもなんか本当にいい話ですね。やっぱりね僕たちもやっぱてか仕事みんなそうだと思いますけど、お客さんから学ぶことっていうのもすごくあるのかなと思いますし、やっぱり怒ってもらうこともあるし、ねありがとうって声かけてくれくれることもあるし、うんすごいいいなと思いますね。 えなんかさこうさっきの話で気になったんだけどこう時代に合わせて設備が w i f i ついてますとかうん、うん、乾燥機ついた方がいいかもしれないとか、うん、そういうのはあると思うんだけど 2>,、うん、2人的にこれもし、えっと、実現可能か不可能かは別としてこれを設備として取り付けたいとか、うん、そういったものとかってあるのかなと思ったこれあったら入居者増えるんじゃないかとかさ。はは、うん、はいはい、はい で観点で言えばちょっとぶっ飛んでる意見になるかもしれないんですけどま,あまず指紋認証とかドアロックセキュリティに結構最先端なマンションとかっていうのはあんま沖縄にないと思うので確かに最先端のマンションとかあと入居者さんが使えるようなカフェが1階にあったりとか無料で使えるカフェとか朝食提供するカフェとかがあったらすごく画期的じゃないかなとか思ったりしますね。はい えっと僕はですね結構ね、マンション購入されたい方とかいろいろよくある意見として、うん、ペット家の物件があ<ー>やっぱり欲しいっのそれだペット飼ってる方は、うん、ペット家族なんですよ。うんうん、家族を置いて お家借りるなんてできない買うこともできないしって言ったらでも、やっぱりマンションとかもそうだと思うお師匠さんもわかると思うんですけど管理規約とかにですねこの大きさまでは OK とかあるんですよ。そう何キロ15キロまでは OK 小型犬までは OK とかあってそしたら大きいゴールデンレトリバーですかああいう大きいものはそもそもダメだとか。 よくあるので、でマンションでそうだと賃貸になってくるともっと厳しくなるっていうか、うん、なるのかなと思うので、やっぱりそういうペット家の物件が増えてくると、うんうん、やっぱりお客様もこのニーズに応えて入居できるのかなって思いますね。うんうん、うわさすがです。<ー>いやいやいや。今はちょっとそうですよ、まさにその通りですね。そうなんだ。うん、はい。うん。で、で今のさこのペットは家族ってところからも思ったんだけどさ、この最近この ゲイのカップルが入居を断られたとかそういったこともあったじゃん,うん、うん、なんかこういうさなんていうの特定のこのセクシャリティの人の入居はお断りするみたいな物件って減りつつあるのかなそれともそんなにはい、はい いや僕まだそういうお客さんがいなくてそのオーナーさんとそういった話したことないかわからないんですけどそういったんでお断りされることとかって、うん、あんまり僕は聞いたことないですね。僕もあんまりそういうのは聞いたことなくてうん、うん、やっぱりね芸であろうがどうであろうがね、うん、やっぱり人なので、ねうんうん、そこに関してそのなんだろう入居をお断りするっていうのはもうそれはもう本当に。 差別になってくるので、で、僕も今までそういうお客さんと会ったことないですし。じゃあ、なんか基本、基本的にそういうのは、なんか身近にはないんだね。そうですね。僕の周りでは、また聞いたことがないですね。はい、えー。そ、それ、普通であってほしいよね。うんか。うん 僕はゲイの方のお客様を案内したことがありますよ。でその方とお話してあっちも全然オープンにそんな感じで話してくるんですけど別に何もなかったですよ。何もなかったんですけどオープンですね。オープンに話してきてだから自分はこんな感じでみたいな感じでしてでも別に僕からすると一人のお客さんだしそこに対して何も差別もないですし偏見もないので多分沖縄の皆さんもそことかはあんまり気にしないんじゃないかなと思いますよ。そそうなんだねか じゃあさなんかあれはえっ、ー、とーあっごめん二人もう残りが5分ぐらいになってきたんだけどなんかメインテーマとかさ、うん、こうそれてたこととかあったら。 いや今のところでね大きくちょっと聞けたので、うん、じゃあ1つだけちょっと聞きたいのは、うん、なんかトラブル、はい、今までなんかこういう入居者さんとトラブルがあったとかもしくは入居者さんじゃなくてもオーナーさんとトラブルがあったとかっていうのがあれば教えてほしいですうん、うん、ああそうですねやっぱ入居者さん同士とのトラブルっていうのは一番多いのは騒音 トラブルは多いですね。やっぱりあの夜中眠れないとか。あとはタバコの匂いとかはい,はい。はい、隣の部屋の方がタバコを吸うのでっていう騒音とかタバコの匂いのトラブルは結構多いです。で、オーナーさんとして結構多いのは。 やはりあの入,居者さん入居者さんが困っている状況、例えば先ほど言ったエアコンが壊れてたり,だり、うん、あと水漏れがあったりとか、うん、そういった時にオーナー様がちょっとあのお金の方を渋って修繕しないともうお客様はもう部屋がカビだらけになって肺炎になったりとか、うん、そういったこととかもあの過去に事例としてあるので、うん、そういったところで僕たちがあのオーナー様にあのしっかりこういったところ修繕お願いしますって言ってオーナー様が嫌だっていう部分であのちょっと問題になった時とかあったりしましたね。うん、ちなみにに本当にね僕も 経験あるんですけどもうん、うん、本当にお金がちょっと厳しくて、うん、あの修繕費が払えないとってなった場合ってこれどうす,どうするんでですすえっとですね僕たちは基本的には修繕させていただいてるんですけども、うん、無理な場合はちょっとお客様がもう退去。 になったりとかあとは最悪の場合裁判とか訴えられるということとかはあったりしたと思いますね、過去に僕はちょっと担当はしてないんですけど過去にそういった事例とかはやっぱり本当にね修繕したくてもできない人はもちろんいるし金銭の面でいっぱいいると思いますねトラブルは多いのかなと思いますけど先ほど言っていた騒音の問題なんですけどもやっぱりお子様が小っちゃく やっぱりドタバタしちゃうというか、うん、そうしたらその方が2階3階にいたらその下の階にいる人って音が聞こえるわけじゃないですかはいやっぱりそういうトラブルっていうお子様の騒音とかがいるトラブルっていうのが多かったりするんですかねそうですねお子様の足音がうるさいっていうのは意外と僕が受けた感覚は少ないんですよ、うん、おなぜかって言ったらやっぱお子様がいる家庭の入ってるマンションっていうのはやっぱ皆さんお子様がいるので、うん、ああそうなんだね、はい 例えば 2LDK でファミリー層向けの物件だとやっぱファミリー層なので皆さんお互いにあ走ってるなぐらい多分分かるんですねお子さんが子育てをしてる皆さんなので、うんうん、なのでその部分で僕はちょっとあまりそういったあのお客様からのリクエストとか要望が少ないのかなーとは思ったりするんですけどあまりお子様の関する騒音とかは聞いたことがないですね。って考えたらなんかさっきあかりが質問したこのねなんか設備とか どうなのっていうのがあったからね、あのお子様向けっていうかファミリー向けに向けたお子様も専用というかファミリー専用の物件ですよとかって言ったら多分結構入居者つくのかなと思ったり今なんか思いました確か,確かにシンプルにそうですね。うんうん 友達もできるしね子供そうママ友とかねそしたらね結局みんなが配慮するからみんな子供がいるわけだから自分の子供もも他人の子供も一緒の同じぐらいの遊びをするわけだからそういうところでちょっと配慮お互いできるって考えたらなんか安心して住めるのかなっていうのがちょっとありましたね。ではお時間も残り迫ってきました40秒ですがどうでしたか大城さん今日は。 いやーすごいあっという間でしたね、うん、かつちょっとやっぱザキミさんの知識とかもいろいろ聞けたと思うんではい良かったですねはいはい大塩さんありがとうございましたやっぱり僕がわからないこととかですね、はい、やっぱり賃貸のプロとしてですね働いてくれていていろんなお話が聞きたい僕もすごい勉強になりましたので、うん、よかったですよかったですありがとうございますではい、今週もありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたありがとうございました